この週末は土曜日の方がおすすめに適した状況となりそうです山口さん、はい、この後土曜日日曜日とありますけれども比較的土曜日の方は天気恵まれているようですねそうですね晴れるエリアは明日の方がかなり広いかというふうに見られます、はい、でその原因まずこちら天気図をご覧くださいこれ朝朝9時の予想天気図なんですけれども 日本海に中心を持ちます大きな高気圧に本州付近は広く覆われる見込みですただですねこの中には雨の要因も隠れておりまして湿った空気が引き続き流れ込みやすい天宮沖縄は雨が降ったり止んだりの1日ということになります 明日のまず天気アイコンで見てみますと明日のその沖縄エリア大雨のアイコンをつけておりますまその他のところ晴れるエリアが多いんですけども秋田ですとか九州南部鹿児島では一部雨の可能性がありますはい。あその他晴れて朝晩はね放射冷却でかなり冷え込みそうですのでこの1日の中の気温差どうぞ十分お気を付けくださいはい。でそして 日日日日曜日にななりりますすと西日本東日本東ででも曇りエリアが拡大をしそうなんです、まあ、ご覧の通り太平洋側ですと日曜日の日中帯雨の降り出すところも出てくる見込みでして、はい、まあ沿岸部に近いところほど雨具があると良さそうですでさらに夜遅くにかけては東日本を中心に雨の範囲がさらに拡大をする見込みですので、まあ、日曜日、またお帰りが遅くなる方はですね この傘、いるエリアというのが広く出てきそうですはい、わかりましたまあ、日曜日の方がね天気下り坂に向かっていくということで、はい、お勧めはできるなら土曜日の方が良さそうですね,ですねはい、わかりました、えー、最新の気象情報はウェザーニュースのアプリで確認いただきます <music>